法防灰みひろはい、私はもう本人役金子みひろなんですけれども、どうなの？でも等身大で演じましたね。元気な感じとか切ない表情とかは、あの香港でこういう撮影をするのは初めてなので、めちゃくちゃ嬉しかったです。お声がかかって、私日本語だけどキャストの人が言葉が違ったりするので、いつ自分のセリフが入るんだろうっていうのがちょっと分かりづらくって、耳でリハーサルの時に耳でちょっと覚えて、あ、これ言ったら私いけるなとか、そういうタイミングを見るのが難しかったですね。应该呢，阿美希来讲住，佢咧咁就啊，佢话交俾佢。スタッフさんのチームワークがすごいいいなって感じました。なんか元気なんか行くよって言ったら、はい行こうみたいな、オッケーみたいなのコミュニケーションがいいなって思いました。どうしようもなく翔太さん愛してしまったの。面白いこと、まだ今回2日目なんですよ。全部で4日間あるんですけど、まだ2日目なんですが、そうだな、なんだろう、お昼ご飯が美味しいあとはもうずっと言葉が違うのが飛び交ってるので、もうちんぷんかんぷんだったんですけど、なんかね、なんだっけな、レイレイレイとか、そうすごいみんな言ってたから、なんて言ってるんだろうって聞いたりとかして過ごしてました。料理の中に何が美味しいとか覚えてます？冷やし中華と、今日は麻婆豆腐食べました。麻婆豆腐、はい、辛いもの好きですか？辛いの好きですけど、まあんま辛すぎるの苦手だけど、うん、好き。普通に中華系の料理とかよく食べます？食べます、はい、小籠包とか好き。ワンワン、うん、過去にもう大恋愛をしたんですが、なんかひょんなことから、一人になってしまって、で、なんで一人になってしまったかっていう謎を解き明かす回なので、めちゃくちゃミステリーです。でもね、それの事実が分かった時に本当にね、愛情を感じました、はい、なのでぜひ見てほしいです。ありがとうございます、はい、キャラクターとみひろさん本人と似てるんですか、うん、違うんですか？なんか私がこの立場だったらって想像しながら表現したので、はい、もし私が不倫したらこうなるのかなって思うのかな。送给雷雷。